ファレノプシスは、日本の競争馬、繁殖品馬。1998年の大賀賞、週歌賞、2000年のエリザベス女王杯などを制した。1998年度、JRA 賞最優秀4歳、品馬、2000年度同最優秀5歳以上品馬。馬名は、胡蝶蘭の学名である。判定に2002年のピーターパンステークスを制し、 日本製サンバとして43年ぶりのアメリカ重賞、優勝馬となったサンデーブレイク2013年東京優秀、優勝馬絆がいる。母のキャットクイルはいとこに GI 競争参照をあげたビワハヤヒデとクラシック3冠を含む同5賞の成田ブライアンがいる。前高ファームを経営する前田孝治はキャットクイルを1993年に イギリスで行われたセリー地で落札した直後に、ビワハヤヒデの管理長教師の浜田康成に、産区の管理と、翌1994年の種ボバの選択を依頼し、浜田がこの年のクラシック戦線を賑わせていた、成田ブライアンの父のブライアンズタイムを推薦した、ことで、前田は2頭を後輩させた。1995年4月、北海道ニーカップ町の前港ファームにて、 キャットクイルは、後のファレノプシスとなる、黒影の貧馬を出産した。その血統背景から、誕生前より大きな期待をかけられていたが、同馬は幼ごまの頃から体質が弱く、すくむ体質だったため調教がままならず、逆体温にも悩まされた。また後、ムクロが非常に貧弱で、競争馬にはなれないのではないかとも見られていた。 しかし3歳春頃より急速に状態が良化していき、9月には、ビワハヤヒデの管理調教師であった、立冬トレーニングセンターの浜田厚生9社に入る。当初浜田はその能力に懐疑的であったが、調教を続けるうちに後ムクの状態が良化、優れた動きを見せ始めた。1997年11月30日、阪神開催の新馬戦でデビュー。 安城は、浜田厩舎所属の若手騎手、石山茂が務めた。足への負担を考慮して、ダート競争への出走であったが、2着にキューバ審査、2歳、レコードタイムでの圧勝を収める。続く条件戦、年明け初戦のエルフィンステイクスと解消。春に控えた頻馬クラシック戦線への最有力候補と目された。 3月のチューリップ賞で重賞に初出走。前年の最優秀3歳品馬アインブライド、新山記念でお馬を退けた、ダンツシリウス等を抑え、一番人気に支持された。しかし馬体重は 414kg と、細か、レースもスタートで出遅れると、道中から直線にかけて、終始馬群に包まれた状態となり、ダンツシリウスの4着に終わった。 状態の悪さに加え、気状ミスが明確であったと判断され、この競争を最後に石山は降板となる。クラシック初戦の大歌賞に向けて、新たな暗状には、竹豊を迎えた。4月12日の大歌賞では3番人気であったが、前走から 10kg 増と状態は、回復を見た。レースは、道中中段前方から、直線で逃げ粘るロンドンブリッジをかわして優勝。 重賞初勝利をクラシックで果たした。生産車検馬種の前田浩二にとっては、牧場創設14年目で、初めての GI 制覇となった。クラシック2巻を目指した、優秀品馬では、戦前から2400メートルという距離への不安説があった。レースでは、後方待機策から直線で追い込むも、襟もエクセルと、エアデジャブを捉えきれず、3着に敗れた。 競争後に部はこれほど距離が持つとは思わなかった。失敗したと不安から消極的なレース運びとなったことを悔やむコメントを出している。浜田の方針から夏は放牧に出されず立冬で過ごした。9月27日にローズステークスで復帰、前走から一転して先行作からの勝利を挙げた。迎えた貧馬三冠最終戦、賞では エアデジャブーに一番人気を譲ったものの、中断待機から最終コーナーで先頭に並びかけ、直後先頭からゴールまで押し切り優勝。頻馬二冠を達成した。競争後、浜田からジャパンカップ出走が表明されたが、状態の不安から回避となり、休養に入った。翌年1月には、当年の最優秀4歳頻馬に選出された。休養の後、 翌年3月に復帰。初戦のマイラーズカップは10着と大敗を喫したが、実相の KO 杯スプリングカップは勝った。グラスワンダーから一馬身余りの差で5着と、復調を見せた。しかし春の目標とした、安田記念を前に熱発を起こし、休養に入る。夏に、札幌記念で復帰すると、同期のクラシックに看馬、西雲スカイに半馬審査の2着となる。 その後は間隔を空け、秋の目標としたエリザベス女王杯に出走、当日一番人気に支持された。しかし、最後の直線要所で進路を失い、6着に終わる。年末には、グランプリ、有馬記念に出走するも10着と大敗し、シーズンを終えた。不利を受けて敗れたエリザベス女王杯の雪辱を期し、翌2000年も競争生活を続行する。 しかし初戦に予定していたフェブラリーステークスをジンマシンで回避、改めて復帰したマイラーズカップでは10着と大敗し、さらに競争後に脚部不安を生じて休養に入った。前年と同様に札幌記念で復帰するも7着に終わり、競争後には急接縁を発症する。これを受け、エリザベス女王杯へは前年と同様に直行となった。 11月12日、エリザベス女王杯を迎える。本競争をもっての引退が表明されており、当日は、究極の仕上げという好調で臨んだ。松永美希を安状に3番人気の指示を受けると、レースは2番人気、トゥザビクトリーが先導する。スローペースの中、5、6番手を進んだ。そして、最終コーナーにかけて先行馬を捉えに動くと、最後の直線では、 粘るフサイチエアデールをゴール前でかわし、半馬心の差をつけて優勝。週刊賞以来およそ2年振りの勝利で引退を飾った。翌年1月5日、京都競馬場で引退式が行われ、エリザベス女王杯の絶景にをつけてファンにラストランを披露した。その場面にちなみ、記念撮影では誇張欄で編まれた例がかけられ、関係者にも 古長蘭の花束が手渡された。同月、エリザベス女王俳優賞が評価され、2000年度の最優秀5歳以上貧馬に選出された。引退後は、故郷ノースヒルズマネジメントで、繁殖貧馬として強要されていたが、2016年7月1日に、蜘蛛膜下出血のため、死亡した。母は、ビワハヤヒデナリタブライアンの母パシフィカスのハンイモ、繁芋王と、 父ブライアンズタイムは、成田ブライアンと同じであり、同馬とは、4分の3同結となっている。ありがとうございます。